言語聴覚士国家試験に合格して新人セラピストとして頑張っている皆さんを応援しているデレットチャンネルです。今回演技評価の流れについて話してほしいっていうリクエストをいただきました。ありがとうございます。学生時代から演技障害についてはいろいろと勉強したけど、実際に患者さんが食べたり飲んだりしているのを見てそれを評価する、そしてその状態に応じて食事形態や水分のとろみを変更していくっていうその流れ、確かに新人 ST として悩ましいところですよね。演技評価って言ったら大体はこの2つじゃないかなと思います。まず今食事をとっていない経管栄養の人が経口摂取を開始するときで、もう一つ食事はしているけど嚥下調整食を食べていて、その患者さんの機能によって食事形態を変更していく、だいたいこの2つのポイントで悩むんじゃないかなと思います。今回はですね、この嚥下評価流れって言っても病院によって基準が決まっていたり取り扱っている食形態が少しずつ違ったりもすると思うんですけど、まあ大枠だいたいこういうところを見ながら評価をしていったらいいですよっていうのが話せたらいいなと思います。では見ていきましょう。こういった嚥下機能評価をする上で指標となるものをまず見てみますね。はい、こちらいろいろな嚥下評価を並べてみました。病院独自の嚥下評価のフローチャートがある場合もあると思います。なのでここからの話あくまで参考程度にお願いします。で、実際に自分が食形態の評価をしたい時だったり変更したい時っていうのはちゃんと先輩の ST とかドクターに相談するっていうのはもう大前提として置いておいてください。で、僕の働く病院でも特に新人さんに参考にしてもらうフローチャートっていうのあるんですけど、まあ、僕が普段から評価の基準にしているっていうところ、それを見ていきたいと思います。まず主に今経管栄養で食事をとってない人、そういう人が経口摂取を開始するときに評価する基準の一つになるのがここら辺のスクリーニングテストですね。もうここは皆さん学生時代からも勉強していると思うので説明不要、もし自信がない人は改めて調べて再確認しましょう。反復唾液嚥下テスト、海底水飲みテスト、フードテストで、これらに合わせて頸部聴診っていうのも大事になりますね。で、この中でまだ経口摂取を始めていない人、経管栄養の人で最初に僕が確認する結構大事だなって思う基準がこの唾液の嚥下ですね。まあ実際に30秒間で何回飲めたかっていうところよりも唾液嚥下が適切にできているかどうか、これはかなりこれから経口摂取が安全に開始できるかっていう基準としてまず個人的には確認しますね。唾液ってこうとろみ付きの水分みたいで一番安全に飲めそうって思いがちなんですけど、実は嚥下反射が起きにくい条件が揃ってるんですよね。なんで嚥下反射が起きにくいかっていうと、まず唾液って常温ですよね。体温と同じぐらいの温度で、それに加えて一度に飲み込む量少ないですよね。唾液ってそういった常温で量が少ないっていうことは嚥下反射が起きるだけの刺激が少ないっていうことなんですよね。だからこういった水飲みテストとかは冷水でやりますよね。冷たい水の方が嚥下反射が起きやすいです。で、まあ、フードテストも普段口の中に入っていない液体ではない塊が入ってくるから刺激としては強いですよね。で、そんな中で唾液をむせることがなく適切に処理できているか、そこはとても重要な評価ポイントだと思って僕は嚥下障害を持った方に介入しています。で、食事をとってない人、関節嚥下訓練とかしてる中、まあ口腔とか喉頭のストレッチを行ったりアイスマッサージをするとか、そういう時に何分間で何回の唾液嚥下がジャッキしているか、これは必ずチェックしていますね。例えば1単位20分間の中で最初は1回唾液嚥下出るか出ないかだった人が訓練を重ねることで1週間経つと20分間に2回3回と嚥下反射の数が増えていく。で、それが上手にできてきたらだんだん水分を取ってみようか、ゼリーを食べてみようかっていう風にも考えられると思います。まああくまで一例なんですけどね。で、逆に唾液の分泌促して、だけどそれが適切に処理できなくて唾液でむせを認めるとか、そういう時はまだ経口摂取への移行は早いかもしれないなとか、そういった指標の一つになるかなと思います。まああくまで一例なので、唾液飲めないからもう絶対に他のは食べないとか、そういう極端な評価ではないから、まあ患者さんの状態を全体的に把握することが大事になります。で、嚥下造影検査 VF ですね、嚥下内視鏡検査 VE、
こういったところはこれも病院によってどちらを多く取り入れているとかだいぶ差があると思うので、先輩たちと話しながら勉強しながらやっていくのがいいかと思います。ただこの VFVE っていうのも嚥下機能を把握する上では推奨されている検査ではあるんですけど、 VF なんかすごい特殊な空間の中で造影剤を混ぜた食形態、それを結構緊張した中で飲み込んでもらう、その1日何百回と嚥下反射が起きる中で数回を見てちょっと口頭侵入があったとか残留が多かったっていうのは、もしかしたら普段の食事場面ではそんなことはないかもしれない、その異空間の中での嚥下だからちょっとうまくできなかった、自動的な運動があまりできなかったっていう場合もあるかもしれないので、やっぱり患者さん全体像、生活の中で見ていくことも大事だと思います。さあ評価の方法としてはこういったのがありますというところで、嚥下評価の流れどうしたらいいのって悩んでいる人であれば、もうこのあたりの検査っていうのはご存知かと思います。でこういうのを指標にするけど、じゃあ実際にどうだったら経口摂取を始めていいのか、食形態を変更していいのかというところが悩むポイントだと思うので、次まず今経口摂取をしていない、これから経口摂取を開始したいなって思う人の場合と、今食事をしているけどそれは嚥下調整食だ、でその内容を変えていきたいって変更を考えているっていう人、その2パターンそれぞれどういった基準で評価していくかっていうのをちょっと具体的に見ていきましょう。はい、まずはこれから経口摂取を開始する人です。これもういろんなところで調べられると思うんですけど、経口摂取の開始基準いくつかあります。で、文献とか、書籍によって表現っていろいろあると思うんですけど、まあだいたい決まっているのはここに書いてあるようなことです。まず意識レベル JCS が1桁以上の人、これはもう重要というか、声をかけても反応がない人に対しては経口摂取は危険すぎますよね。ただしこれ、よく基準ではこの1桁以上ってなってて、声をかけなくても開眼しているレベルっていうところではあるんですが、やっぱ状態によっては2桁の人とかでも声をかけて、反応があって、まあ食事とってる間はしっかり覚醒できる人とか、もうその人の状態に合わせて若干の融通は効かせるかなと思います。あくまで本当に安全な基準としては JCS1 桁以上の人だよっていうことかなと思います。まあそこも一人で考えずに先輩 ST とか周りのスタッフと共有しながら決めていきましょう。で次、これももちろんなんですけど、重篤な合併症がない、すなわち全身状態が安定していること。まあそうですね、そもそも全身状態が悪い人で経口摂取がリスクの方が大きいっていう場合はまあ適用ではないかなと思います。で嚥下反射と十分な外装力がある人、そうですね、もう嚥下反射が起きないってなったら、まあちょっと経口訓練をしていくのは危険があると。で反射があっても咳ができない人、仮に誤嚥してしまった、食道の方じゃなくて気管の方に食物が入ってしまった時でも強い外装力があればそれを隔出できると、そうすれば誤嚥性肺炎のリスクも減らすことができるっていう一つの基準になるので、ここもとても大事ですね。で、もう一つ、この著しい舌や口頭運動の低下がないこと、そうですね、飲み込むためにこのあたりの運動機能っていうのは重要になります。で、この経口摂取開始基準、このあたりもですね、病院によってもうマニュアルとして決められているところもあるかと思います。で、マニュアルもあるけど、もう絶対的にそれに当てはまったらもうダメかというと、まあ場合によっては経口訓練進めていくっていう状況もあるかもしれません。これはもう経験豊富な先輩方と相談しながらしっかりと慎重に適切に進めていきましょう。でですね、開始の基準があるということはやっぱり中止の基準もあります。こういう患者さんには経口摂取はもう中止しましょう、あるいは中断一時ストップしましょうっていう基準もあります。このあたりも病院での決まり事があるならちゃんとそれに従う、もしマニュアルがない場合は調べればちゃんと出てきます。自分でこういう人っていうのは誤嚥のリスクが高いっていうのをしっかりと認識して、ただただ経口摂取できるようにしてあげたいっていう自分の理想だけで訓練を進めていかないように気をつけましょう。まあ基本的に経口摂取の中止基準っていうのはこの開始基準のこの条件に当てはまらない人っていうところが多いんですけど、まあちゃんと確認していきましょう。でですね、ここちょっと話がそれちゃうかもしれないんですけど、今警備警官栄養だったり胃ろうで栄養をとっている人、
こういった基準を確認しながら介入を進めていく。でその中にはどうしても経口摂取がちょっと難しいなっていう人も出てくるかと思います。で逆に今食べている人でもちょっとこのまま食べ続けるのは危険だとか、だから経管栄養に切り替えた方がいいんじゃないかっていう、そういう場合もあると思うんですよね。そういう時の対処法というか気をつけた方がいいなって思うのが、まあ、あんまいないと思うんですけど、例えば警備警官栄養の人、なかなか嚥下訓練が進まない、ちょっとこれはこの先も口から食べるのは難しいかなと思ったとしても、安易に胃ろうを増設した方がいいと思いますみたいな、はっきりとドクターに言っちゃうとかおすすめしません。もちろんドクターから意見を求められたら ST としての評価見立てを伝えるっていうのは必要なんですけど、経口摂取だったのを経管に切り替えるとか、警備経管栄養だった人が胃ろうを増設するとか、そういった変更の時、まあ特に胃ろう増設なんですけど外科的処置になるので、たくさんの職種の状況を把握して本人や家族の意向を組んで、その上で主治医が最終的に決断します。なので例えばその患者さんとかご家族が来た時に胃ろうにしなきゃいけないんですかねみたいに聞かれたとした時に、本当安易にそのあたりを深く説明するっていうのは良した方がいいなと思います。でもそういう説明は主治医からしっかりしてもらえるっていうことを伝えて、今の段階でははっきり言えないっていうのを伝えるのがいいんじゃないかなと思います。まあその辺も急に初めて聞かれた時に何か言わなきゃって思って自分の知っている知識でいろいろ説明してしまうっていうのをすごくわかるんですけど、やっぱそこは結構デリケートな問題でもありますし、患者さんや家族にしたらもうすごい不安が大きい問題なので、ちゃんと言葉を選びながら安易な説明はしないように気をつけた方がいいかなと個人的にお伝えしておきます。さあちょっと話が嚥下評価とは別のところに向いちゃいましたが、こういった経口摂取の開始基準をクリアしたと、で経口摂取が始まった、じゃあ今度は今食べてるもの、例えば最初はゼリーを食べると、でゼリーを食べてって一食昼食の時に食事としての経口摂取が始まったと、そうやってどんどん回復に合わせて食事も増えていく場合に、じゃあその食形態を変える時、何を見てどんなタイミングで変えていいのかっていうところを少し見ていきます。はい、食形態評価、この中でいう食形態っていうのはこちら学会分類2013、正確には日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2013、この中で食形態高度が0から4の5段階あります。この高度に沿って各病院や施設で食形態が提供されているはずです。例えばゼリー食とかミキサー食、あとソフト食、まあペースト食とかもこのあたりで、で全がゆであったり、副食でいうと軟菜とかあります。で、本当にこれはごく一部で、例えばこの軟菜の中にも細かく刻んでるものとか、もう少し大きく一口サイズに刻んでるものとか、その刻んだものにとろみをつけるかつけないかとか、でもこのおかゆの中にもなるべく粒がないように調整したものとかいろいろあります。で、それぞれの施設で何段階か提供できる形態っていうのは決まっていると思うんですけど、この形態、例えばミキサー食からソフト食に変更したいなとか、そういうところで皆さんは評価をしていくと思います。さあこの評価、何を見ていくかっていうところなんですけど、やっぱり基本となるのは嚥下の5期モデル、そしてプロセスモデル、このあたりですね。こういった嚥下調整食を摂取しているということは嚥下障害があるからですよね。じゃあ5期モデルとかプロセスモデルの中のどの段階にどういう障害があるから常食を摂取するのが難しいのか、そこをちゃんと専門的な視点で評価しないといけません。例えば5期モデルでちょっと見ていきますけど、最初先行期ですね、認知期とも言いますけど、そこで見ること、取り込むまでの状況ですよね。例えば食事、そもそも食欲がなくて摂取量ができないと、あと認知症の影響で食事がうまく自分で食べられないっていう人、例えばミキサー食を提供している場合、もうそれを食事として認知できないっていうことだったり、食事が湧かない、
こんなの食べたくないっていう場合もあります。そういう方、もちろん園芸機能の状況に合わせてなんですけど、少し形のあるものを思い切って出してみたら、すごく摂取量が多くなった、その上安全に食べられているっていう場合結構多いです。で、あとスプーン操作、まあここはちょっと園芸機能の評価というよりも食事動作、フィムの食事の項目とかに関わってくるかと思うんですけど、ちゃんと安全に十分な栄養量を摂取できるかっていうところで考えた時に、例えば上肢機能が悪くてうまくスプーン操作ができない人っていうのは、この全がゆ、主食全がゆから今度軟飯に変えようっていう時、ご飯が硬くなったことでうまくスプーンですくえない、そういった状況も出てくると思うんですよね。そうなると口腔園芸機能は悪くはないけど、ちょっとそこに課題が残るから柔らかめの食事でいこうかと、そこで PTOT さんとかも一緒に話しながら決定していくっていうこともたくさんあります。で、次、準備期のところで言うと食塊形成、これですね、もう一言で言うなら咀嚼っていう風に思うかもしれないんですけど、まあその咀嚼一つとってもかなりたくさんの要素が必要になりますよね。まず化学の運動、化学上下もぐもぐって開けたり閉めたりだけじゃないですよね。化学の左右への運動も同時に起きてて、初めて上手な化学の運動ができます。で、それに加えて舌の複雑な動き、舌の運動にもいっぱいありますからね。で、さらに胸筋とか口輪筋とか、そういった口腔周囲の筋肉も働いて、それが全て協調して働くことで十分な咀嚼運動っていうのが起こる。で、その結果として食塊形成がうまくできる。もしそれができないんであれば、まだその食形態は早いなと。例えばもともとまとまっているこのソフト食とかペースト食だったら、その辺の口腔機能十分に使えなくても食塊としてまとまっているのでうまく飲み込めると。で、これがちょっとばらつきのある、この辺の食形態に変わったら、まとめられずにゴクって嚥下反射起きた後も口腔の中にいっぱいばらついてるっていう、それだったらまだちょっと早いなとか、仮にばらついててもその後水分を飲むことでクリアになるなとか、そういったところを見ていきます。で、口腔器でいうと、もう舌による送り込みですよね。まあこれ先ほどの飲み込んだ後にばらつきがあるなっていうところと重なるんですけど、今の形態だったらうまく送り込めてる、飲んだ後舌の上とかに食物残差がない。じゃあ次の食形態で評価してみた時、飲んでもらった、やっぱまだだいぶ残るなと、そうなったら、まあその状態によってちょっとまだ早いかもとかで、何度も評価していく中でだいぶ送り込みうまくできるようになってる、口腔内の残差も少なくなってる、じゃあこの食形態に変えてみようかというところもあると思います。で、次に咽頭器、やっぱりむせがあるかないか、これは重要な食事評価の指標になりますよね。この形態だったらむせないけど、評価した形態だったらむせる、じゃあやめようって言うんではなくて、どうしてそのむせが起きているのか、むせるのはどの段階か、嚥下の前なのか、嚥下中なのか、嚥下の後なのか、食事の前半なのか中盤なのか後半なのか、何を摂取した時か、交互嚥下することでむせは軽減するのか、そういったところ、いろんなパターンを食事の中から評価します。で、飲み込んだ後にその残留感があるか、まあ、失声音であったりで、この残留があるんであれば、嚥下した後ちょっと時間が経ってむせがあるとか、そういったところも見ていきます。で、食事中だけではなくて、この消化の状態、看護師さんとかにその人の排泄状況とかを確認して、もしも未消化便が見られるようになったとか、そういう所見がある場合は、もしかしたら例えば前までソフト食を食べてた、で、それを軟菜の刻んだものを提供し始めたら消化が悪くなったっていうんであれば、あまり噛んで食塊形成が上手にできてなくて丸飲みみたいな状態になって消化が追いついてないかもとか、そういったところも大事になります。なので看護師さんとの情報共有っていうのもすごく大事になります。まあごくごく一部です。このようなところを確認しながら、その人の食事場面、どの段階にどんな問題があるのか確認して、そこをクリアできそうであったら次の形態に進むっていう流れにはなるんですけど、じゃあ摂取状況が良かったらその変更するタイミングっていうのはどこなのかっていうと、こちらですね、食事が30分以内にできていて、それが7割以上摂取できている、その状態が3日間、1日3食の3日間なので9回の食事で
この条件が達成できているっていうのが一つの基準になると言われています。もちろんこれももう30分以内で食べられなかったらもう変更はできないっていうわけじゃなくて、その人の体力的な問題とか上肢機能の問題とか元々の摂取速度の問題とかもあると思います。で、逆にこれがものすごく早く食べてしまう人だったら逆に窒息の危険があるからちょっとまだ柔らかめにしておこうとか、そういう判断もあると思います。患者さん一人一人評価っていうのは違ってくるので、今日話してきた基準っていうのはたくさんあるんですけど、あくまでも基準です。それだけに従って変更していくんではなくて、日頃から患者さんの生活を見て、そして自分一人で決めず先輩としっかり相談しながら決めていくっていうのが大事だと思います。ということで、いろいろと見てきたんですけど、最後に言いたいこと、要するにチーム共有超大事、もうこれが一番だと思います。何度も言っているように先輩のアドバイスをもらうと、評価の状況、最初1年目初めて食事評価に入ってこれどう思うって言われてうまく言えない人がもうほとんどだと思います。そういった時ここはこうだと思いますっていう評価の基準はここまで話してきたことを参考にしてもらえたらいいかなと思うし、自分なりに勉強して、他の視点もどんどん身につけていくのがいいと思います。その上で変更して大丈夫かどうか、自分の評価が適切かどうかっていうのもちゃんと先輩の助言をもらいましょう。で、ST だけじゃなくて、例えば姿勢とか食事動作のところは PT さんとか OT さん一緒に意見をもらって、で、あと食事形態っていうところに関してはもう栄養士さんですよね。ちゃんと摂取できないと栄養状態も悪くなるし、その食事形態細かく考えてくれてるのも栄養士さんが大きいところがあります。ちゃんと栄養士さんとお互いの専門性を共有しながら確認をする。あと看護師さんですね。 ST って基本的には昼食場面を見ることが多いと思うんですけど、看護師さんは朝昼晩全ての食事関わってくれています。で、さっきも言いましたけど、その人の排泄の状態とか1日のバイタルの変動なんかも把握してくれているのは看護師さんなので、ちゃんと全身状態、生活の中でどうなのかっていうのを適宜共有していきましょう。で、食事介助をしてくれる介護士さんとか、そういった人たちにも食事の状況を聞くと、普段の摂取状況を教えてもらう。で、逆にこういう風な食べ方をしたらうまくむせずに食べられますよっていう情報は提供していく。あと病院に歯科衛生士さんがいるところは口腔の状況ですね、義歯のあるなしとか、そういう歯の状態によっても食形態結構変わってくると思います。もしも義歯を今製作途中だったりしたら、その状態の中でもこう食事の変更するかしないかって変わってくると思うので、そこもちゃんと相談していきましょう。で、あと薬剤師さんも口からこの錠剤とか粉薬とか飲み込めるかなっていうところをこう一緒に話したり、こういう風に飲めば大丈夫ですよっていう ST の視点を伝えたりと、そういうのも大事になってきます。なので、チーム共有、これ勘違いしちゃいけないのが PT、OT、ST っていうリハビリ職のチームじゃなくて、その患者さんに関わる全ての職種の人しっかりと情報を共有していく。そして何よりそのチームの一番中心にいるのは患者さん本人ですよね。患者さんが何を食べたいか、これからどういう食事をとっていきたいかっていう意向もちゃんと聞きながら、で、ただその意向に沿うだけではリスクもあるかと思うので、今はそれができないんであればそこの説明をする。で、今後こうなるように頑張っていきましょうっていう話をしていく。本人が自分からその食事ができるようになるために頑張るって思ってもらう。嚥下評価、嚥下訓練の中で一番大事なのはもうこのあたりじゃないかなと思います。はい、ということで、見てきました嚥下評価の流れ、経口摂取をこれから始める人、そして、食べてるけど、嚥下食を食べてるから、形を変えていく人、この2つのパターンで話してきましたけど、もうどちらも大事なのは自分一人で考えないっていうことでしたね。で、今ハリーとビリーこうお互いに新人同士で話していますけど、やっぱどうしたらいいかっていうのは経験のある先輩たちに聞いていく、もちろん自分でもちゃんと勉強して調べる、そこが大事になるかと思います。だんだんですね、食事場面の評価をいつもしていくと、あまり意識してなくても何回噛んだとか咀嚼回数を無意識に数えてたり、飲み込んだ後呼吸が吸気なのか呼気なのか、そういった嚥下時の呼吸リズムを確認したり、一口食べて飲み込んだ次二口目を食べる時に口を開けた瞬間に口腔内に残渣が残っているかを確認するとか、毎日毎日食事場面を見ていたら、そういったところも同時にいろいろと見れるようになるかと思います。もちろん僕もまだまだ評価が甘いところもありますし、勉強中の身分なんですけど、
1 ST としてこんな評価をしていますよというのを紹介してきました。今回の話が参考になったら幸いです。ただやっぱりですね、一番近くにいる先輩、病院の中で相談してアドバイスもらっていくのがいいかと思いますので、皆さん周囲のスタッフとうまくコミュニケーションをとって、そして一緒に医療専門職として成長していきましょう。また何かこんな話が聞きたいっていうのありましたら、インスタやツイッターコメント欄からメッセージいただけると嬉しいです。それでは本日も最後までありがとうございました。